様が蜘蛛の巣に触れると火傷するのか、わかりません。わからぬ。わらわが自らの存在を意識した時から、そういうことになっていた。では、お姉様は？違う。わらわは、悪敷島の悪霊などではない。わらわは、六軒島の夜を支配する魔女、ベアトリーチェである。どうしてこの島の太古の悪霊と同じ弱点を持つのかは、わらわにはわからぬ。苦手なのは、蜘蛛の巣だけですか？エリカとやらが言うように、金蔵の書斎のドアノブもダメだ。あのサソリの魔法陣は、わらわを焼く。わらわにとって、金蔵の書斎の扉を開けようとするのは、真っ赤に焼けた蹄鉄を家中に拾うも同じこと。そなたはどうか？え、サソリの魔法陣ですか？魔術を研究するものならば、人的にも霊的にも隔絶された隠れ家が必須となる。金蔵が自らの書斎を閉ざし、このような魔除けを施したとしても不思議はない。そしてそれは困ったことに、わらわにもこうして効果がある。安心せよ。これしきすぐ治る。だがそなたはどうやら平気らしいな。え、えい。そなたはわらわの分身であるにもかかわらず、わらわとは様々なものが異なっている。逆にドアノブに触れても平気ですが、お姉様のような火傷を負ったら、私は簡単には治らないと思います。まるで普通の人間のようであるな。はい、私自身自分が魔女だとはちょっと信じきれていません。私にはお姉様のように魔法を使うこともできないし、不思議な火傷も、そしてすぐに傷を治すこともできません。お父様は私を偉大なる魔女の生まれ変わりだと信じてくださいましたが、私にはそれが信じられなくて。そなたは何者なのか？私はベアトリーチェ。お父様のために生まれてきました。お姉様は？わらわもまたベアトリーチェ。金蔵に魔法にて黄金を授け、その後も魂となって島に縛り付けられている、体を失った魔女である。私たちは一体何者なんでしょう？わらわと違い、そなたは体を持つ存在のように見える。え、そうなんですか？あのエリカとやらの話を聞いて、わらわはふと思った。魔女であり、魔法が使えるが、体を持たぬわらわと、そして魔女であるが、魔法は使えず、肉の体を持つそなた。わらわたちはやがて一つになり、掛け合った部分を埋め合って、本当のベアトリーチェとして完成されるのではないだろうか。試してみるか？え？手を出せ。
わらわたちは一つになれるかもしれぬ。わらわも知りたい。そなたと一つになることで未来のわらわを知りたい。わらわにとって蜘蛛の巣が苦手なのは当たり前なこと。しかしそなたはそれを知りもしなかった。同様にそなたは自分が生まれてきた理由をお父様のためだという。そのお父様というのはどうやら後ろ宮バトラのことらしい。わらわも年に数度しか訪れぬ稀な客人である彼のことは知っているが、その稀な客人の彼とそなたというわらわにどのような接点があるのか理解できぬ。わらわたちは互いをもっと知るべきに違いない。そうですね。私たちは互いを知り合うことで本当に大切なことに至れる気がします。その向こうにいるのが一なる未来のベアトリーチ。いや、それこそがわらわたちのあるべき正しい姿に違いない。